バチカン市国です。というかここはバチカン市国ではないんですけど、ここはイタリアのローマなんですけど、この壁の向こう側からバチカン市国になっております。多分大勢の方がご存知だと思います。世界最小の国、ローマ教皇が治めている、そんな領土の中で、この中にはサンピエトロ大聖堂、ペトロ聖堂などいろいろと有名な名所もあり、キリスト教のものすごい聖地となっている、キリスト教の、ローマカトリックの聖地というわけなんですが、これね、私バチカンっていうのはどんなところなのか全然よくわからないで、とりあえず来たんですけども、少なくともその地理的な問題についてはね、私はね、バチカンのその国境の上で、なんだったら反復横跳びでもしてやろうというふうに思っていたんですが、全然そんなことなんかね、できそうにない。意外とちゃんとした国になってましたんで、逆に面白いなと思いましたから、皆さんにご紹介したいと思います。まずこの壁沿い、あの壁のですね、一番奥のところ、ここだったら大丈夫かなと思うんですけど、でも拡大して写すのはトラブル防止のためにやめとこうかな。あそこに、国境の検問所がありまして、そこのですね、信号機もついてるんですけど、その信号機が青になると車が中に入っていきます。だからバチカンの中にも車が入れるようなんですね。で、そこでその様子を撮影しようと思ったらば、ミスターというふうに呼び止められまして、国境警備隊の方は、親切な方でしたけどね、ノーフォト、ノービデオ、オーケーと聞かれたんで、オーケー、アイシー、センキューって言ったら、向こうもグラチアーというふうに言われましてね、ああ、そうか、よかったよかった、優しい人たちなんですが、ともかくやはり、普通の国境と同じように、まずその国境の、入出場のゲートを撮影することはできないようです。また、それ以外にも、そこにですね、監視カメラが付けられておりまして、変な人が入ってくるかどうかみたいなことをね、ちゃんと見てるようでした。ここにもついてるのは監視カメラ、その上にもこのような柵があり、不法入国は許さないというような、普通の国と同じような感じです。もっとね、バチカンって超ゆるゆるだと思ったんですよ。全然そんなことはなかったですね。なんかもうよくわかんないけど、こっからバチカンですみたいなのだけ、白い線かなんかが引いてあって、そこからもうひょいっと入れば、ああもうバチカンかみたいなもんだと思ったんですけど、入るのには意外とちゃんとしたあれが必要なようです。一応ですね、バチカンに入るにあたっては外国ですので、パスポートを持っていなければならないはずです。で、ただしバチカンはパスポートを持っていない、宣言協定に加盟してない EU ではないので、バチカンは別にですね、パスポートをチェックなしで入れるということには本来はなっておらず、パスポートを多分改めないといけないのかなと思うんですが、入出国の審査ということは特に行われていないようです。だからパスポートを多分携帯していなくても入ることは実際にはできちゃうんじゃないかなとは思います。ここにもこのような門みたいな入り口がありまして、おそらく通ればバチカン側に抜けられることと思いますが、埋められております。結構入れるところは制限されているようですね。入り口はおそらくただ一つ、これか、ここのみのようです。柵はそこまでで途切れております。柵というか、塀かな、この塀はもう途切れてるから、じゃあこっちはもうバチカンに入ったのかなと思われそうですが、実はまだ入っていなくてですね、これを見るとわかるんですが、こんな感じで、へこんでおりますので、まだまだなんですね。この先のところに入り口があると。ここもまだ引き続きイタリア、ローマであるわけです。バラの押し売りの人も前を歩いています。あれってね、押し売りだと思うんですよ。結構ローマで何箇所かで見かけましたんで、多分あの人もその中の一人だと思うんですが、バチカンでも押し売りはやるようですね。多分治安はローマとどうなんですかね。キリスト教徒だったらバチカンではやらないとか、そんなことないでしょうからね。キリスト教徒でもなさそうだしな、特にあの人は。バチカンの治安も特にローマと変わることは、ないでしょうね、多分。そしてさっきのこのあそこ、両端の塀の切れ目、それからこちらの方内側に入ってきまして、これより内側はもうまさに紛うことなきバチカンです。で、またこの柵より向こう側もバチカンということになっているはずです。ちょうど今、7時半を過ぎる鐘が鳴っております。もう夜遅くなり始めてますんでね、結構実は急いで取って帰らないといけないなと思っているんですが、そこでもまた入出国の審査をやっているようです。バチカンではですね、スイス人の兵隊さん、兵士さんというのかな、スイス人の人たちが伝統的にここで警備をするということになっています。着ているものなどを見てもね、やっぱり普通の人の着るものじゃなとは違うなっていうのが、柄とか民族衣装的なものを着ておりますんで、わかるかなと思うんですけれど、なぜスイス人の人たちがあそこで勤務しているのかというと、もともとはですね、別にスイスのなんか軍の人ではないみたいなんですね。軍なのかな、今軍の人が来ているのかもしれないんですけれど、ともかく選び抜かれたスイス人の傭兵ということになっています。動画撮りながらバチカンに入国するわけですけど、なんでスイスの傭兵なんていう言い方をするのかと、昔本当に傭兵だったかららしいですね。バチカンで自分で軍隊を持っておりませんので、バチカン軍を作れないから、代わりにスイス人の傭兵、スイスの傭兵ってのはすごい昔強かったんだそうでして、その強いスイスの傭兵を雇ってきて、バチカンの警備に当たらせようということになったんだそうです。
で現在は別にそのスイスの傭兵なんていうものはもう政党としては廃止されているそうでして、実際にはあの他にはですねこのバチカン以外にはスイスの傭兵なんていう人は存在しないのだそうですけれど、しかし伝統ということでそれを残すために今でもスイス人の傭兵さんたちをなんか昔ながらの服装によって雇っていて、その人たちが国境の審査とか、まあ、警備というのかな、とかそう、まあ、警備って言っても別になんか審査っていうんじゃなくて、ただはいどうぞ入ってくださいとかね、そんぐらいしかさっき見てもやってませんでしたけれど、そういうふうなことであちこちで当たっているんだそうです。スイスの傭兵さんたちもそんなに給料をいっぱいもらってるわけではないらしいんですが、ただやっぱりここに行くとお、バチカンで傭兵やってたのかみたいな風に言われることもあるし、いろいろと技能をここで学ぶこともできるんだそうでして、まあ、一種の将来への就職活動というかね、職業訓練みたいな、そういう風な捉えられ方もしてるんだそうです。日本でもね、自衛隊で何年かやってその後辞めて、その後は普通に就職をすると、自衛隊でやってたのか、どこでもすごい採用口がたくさんもう低くて数多みたいな状態になってるそうですが、このバチカンでの傭兵活動もそれに近いものがあるそうです。それでねご覧ください、こうなってるわけですね。こんな風にこう大変立派なもんですが、この広場、これが、今もちょっとこっちの部分だけは映ってましたけど、サンピエトロ広場というものです。またこの道をもうちょっとずっと奥の方に行きますと、サンピエトロ大聖堂というものがありまして、その中にあるシスティーナ礼拝堂というものが大変に有名で、私も知っておりまして、前からね、あの美術に興味ない私も、この絵ぐらいは一度見てみたかったなと、モナリザよりも見てみたかったなと思ってたんですが、今日見に行けるのかわかりませんが、ここに描いてあります、最後の審判という絵が大変有名して、こんなことやってる、これ、ここからですね、光がバーっとこう出てくるような、そういう審判を下しているところ、そして善人たちが歓喜に包まれ、悪い人たちがうわーっと苦しんでいるような絵があるわけですね。これは私もあのその偽物のやつをですね、ちょうど昨年、まあ、1年ほど前にあの四国にあるナルトにあるですね、あの大塚国際美術館であの作り物の絵を見たわけですけれど、まあ、見られるんだったら今日見ていきたいなと思ってます、まあ、ともかく、この内側に、あるサンピエトロ聖堂、このサンピエトロ広場、サンピエトロとは何なのか、これは英語を読みしますと、セントペテロ広場という言い方がいいのかな、まあ、別に英語じゃなくてもいいんですが、ペテロという人がいます。ペテロとは誰かと、これはキリストの一番弟子なんですね。キリストがですね、もう真っ先に弟子になって、その中でもキリストが何か、信者、弟子たちに何か問いかけをするわけです。これこういうことがある。これは君たち何と考えるかね。そこで出てくるのが主席のペテロ君。はい、先生、いや先生と呼ぶのか分かりませんが、こういう風にして答え、これこうでございますね。そうだねみたいな、そういうことをやるような、キリスト教の中の一番弟子であった人です。あちら奥にかかっております黄色と白の旗、あれがバチカンの国旗です。ちゃんと国ですから、もちろん旗もあるわけです。なんでこんな風にね、こんなちっちゃなところだけ国になって独立してるのかって、これにも実はちゃんとした理由があるんですね。昔はローマ法王、ローマ教皇というのはすごい力を持って今よりも持っておりまして、一応ただ宗教上の支配者ではあるんですが、それにとどまらず、まあ荘園とでも言いますが、自分の領地をたくさん持っておりました。このローマはそのローマ法王の土地ということにされておりまして、実際に教皇領としてずっと使っていました。ただイタリア王国というものができてから、イタリアが全部こうイタリアを支配するようになり、ローマを首都にするということに決定しました。そしてこのローマ法王、ローマ教皇に対して、このバチカンとそれからローマは全て明け渡すようにと要求をしたわけです。しかしローマ教皇としては、いやいや、それはもう元々ローマ教皇の土地であったわけだから、そこを明け渡すということはできないし、そもそもイタリアの政治的なそんな理由に対して、ローマカトリックキリスト教会は影響を受けない、教会は政治とは別に独立をしているものなのであるから、そんなことは到底受け入れられないということで対立が始まりました。そしてローマはイタリアの首都ということにイタリア側ではしていましたが、しかし実際のところはあのイタリアじゃない、あのローマ法王によってここはもう隔離というか、まあ封鎖されていたわけです。でここにはですね、それをこう認めていたフランスの軍がいたそうでして、フランス軍がそれを防衛しているため、イタリアもこれを占領するということはできなかったんだそうですが、しかしプロイセンとイタリアが戦って不仏戦闘というのをやった時に、フランスの軍がここから引き上げてしまったので、結局このローマを守る軍がなくなってしまいました。結局じゃあ守れないからということで、そこにやってきましたのが、もちろんその隙をついてやってきたイタリア軍がこれみんな占拠してしまいましたので、結果としてもうどうしようもなく、ローマ法王は、ローマをですね、全部もう諦めるしかなく、ただこのバチカンの中に行って、そして自分をなんて言うんだっけな、確かあの囚人だったかな、バチカンの囚人というふうに自分で名乗るということになったわけです。それはもう20世紀に入ってもずっとその状態は続いておりましたが、あるところでですね、イタリアとそれから
バチカンが和解することになりました。それはじゃあ分かりました、ローマ教皇さん、バチカンは独立します、ここだけはバチカンという場所で一つの国としてお認めします、 ローマ教皇さんの支配する土地ということにいたしますので、その代わりローマ残りの部分についてはそれはイタリアが支配することをお認めくださいということをしまして、実際にそれはお互いにじゃあそうしようということになって、イタリアとそれからバチカンは和解し、ローマ教皇のその土地、ローマ教皇の支配する土地として最後にわずかに残ったのがこのバチカン市国というわけです。東京ディズニーランドよりも、随分と狭い土地だと、そういうふうに確か聞いたことがあります。でちなみにそのバチカン の独立ということをですね達成したのはじゃあ誰かというと、イタリアの当時やっておりました独裁者ベニト・ムッソリーニでして、そういうわけでムッソリーニもですね評価が割と実は高かったりとかするのは、そういうところがあるんですね。先日も別の動画で言いましたが、別にそんなファシズムをどうかなこう言ってるようなものではないですけれど、でもムッソリーニはですね別にそこまでイタリア国内での評価がヒトラーほど悪いわけではなく、ただ亡くなったというか戦争で負けた時に共産主義者によって捕らえられて、ただまあどちらかというと殺害されてしまったという言い方の方が近いというわけで、いろいろと良くない印象を持っている。あとはローマ式敬礼をやっていたりとか、一緒にですねヒトラーと一緒に出てて、それで写真に写っていたりとか、お互いファシストということでやっておりますので、共通点が多いばかりにかなり悪いような見方をされているということがあるようです。まあ別に私がそんなムッソリーニを擁護する必要はないんですけどね。ごめんなさい、ちょっとね私バチカンの正面入り口を勘違いしておりまして、こっちが正面入り口なんですね。そしてこちらにあるのはバチカンの旗がかかってますが、おそらくこの柵から向こうがイタリアなんじゃないのかな。そうですね、この柵より向こうこの道からはイタリアということになっていますから、こちらはイタリア、ローマ、こちらがバチカンの首都バチカンということです。正面にありますこの建物がサンピエトロ大聖堂なのですが、今はもう入ることができないようです。何か多分儀式、大きな行事などがあるときにはですね、ここに外にも並べられているこの椅子にずらりと関係者とか参列者が埋まりまして、そしてそうそうたるメンバーということになるんでしょう。確か私もねベネディクト16世さんが上からかな、どっかからね手振ってる写真とか見たことはありますけどね、さすがにローマ教皇本人に会うことはできませんが。さてバチカンを見る時間が足りませんでしたので、翌日に持ち越しましてまた引き続きご紹介、向こうの方に大きく正面の入り口があると昨日の夜にお伝えしまして、あっちが正面だったんですねと言いましたが、入り口もですねまたベニート・ムッソリーニが、作ったものなんだそうです。あそこにはもともと家が立ち並んでいたそうですけれど、それを解体してこのバチカンの、システィーナ礼拝堂のところにバチーンとこう一本通ずるようなすごい入り口を作ろうということで、その1929年だったと思いますが、バチカンとイタリア王国とのその和解によって、半ば無理やり作った正面玄関だと、そういうわけでございます。やっぱりねあれなんですよね、どうしてもそのファシズム体制の時には自分のそのファシスト独裁政権が素晴らしいものであるということをバーンと見せつけるために、このバチカンもまたシンボリックな作りにする必要があったと。バチカンにある建物をぶっ壊したわけではなく、あそこの今の入り口のところは、あそこの敷地はさっき言いましたようにイタリアですから、だからイタリアにあるその建物をまあ壊して作ったというわけです。そしてこのバチカンのシスティーナ礼拝堂、これを見ずして帰るわけにはいかないというのは普通の考え方なので、これに並ぶわけですね。入場の列に並ぼうと思ったんですが、ものすごい列で驚きました。こんなになんですね。Ticket for the Sistine Chapel Basilica no line. Yeah.これは中の人数を一定数に区切るための措置なんだそうでして、入るときには駅にガラッとこの中に入ることができるようです。だから見た目ほどには長蛇の列にはならないのかなと思います。いや、見た目ほどにはというか長時間の待機は必要ないのかなと思いますが、暑いこの時期ですから水がなくしては大変なことになるでしょう。ちなみにこの広場の中に立っているオベリスクですが、これは西暦40年にエジプトにあったものをローマ皇帝が運んできたものなのだそうですけれど、本当にそうなのかねとか思っちゃいますけどね。40年、もともとエジプトにあったものですから、つまり2000年前のもので、それをここに建ててからローマにある数あるオベリスクの中で唯一倒れなかったものだということですけれど、本当なんですか、なんかちょうさんくさくないかとかも、それはちょっと失礼に当たるんでしょうか。もっとも今の教会側としては別にそれ嘘ついているつもりじゃなくて、ただそういうふうに話が伝わっているからその方に伝えているということなんだろうと思いますので、別に教会をうさんくさいというわけではありません。この点はご了承ください。
ちょっとね、私勘違いしておりまして、まあ、そこまで勘違いではないんですけどね、あのここにありますこのサンピエトロ聖堂の中にあるシスティーナ礼拝堂の中に、システィーナ礼拝堂とは多分この建物だと思われます、この辺にある建物だと思われますが、その中に有名なというよりもそのシスティーナ礼拝堂のその建物の内部全般に全てに、最後の審判という大変有名なキリストが裁きを下す絵があると先ほどお伝えしましたが、それを見学するにはこのサンピエトロ聖堂に入るのではなく、その脇にある、バチカン美術館に入場することが必要なんだそうです。バチカン美術館の中を見学して、で最後にそこにある最後の審判を見て、ちなみに撮影はできないそうですが、それを見終えた後にこちらにある、このサンピエトロ聖堂に、まあ、そのまま出口が続いているそうです、まあ、なんで実は裏技としてこれは未確認の情報ですけれども、美術館を見学してその後でその最後の審判のところから出てサンピエトロ聖堂の方へそのまま向かってしまえば、この行列に並ぶことなく裏道抜け道として行くことがどうもできてしまうそうなんですが、まあ、それは実際どうなのかは分かりません、まあ、私は美術館には行かないのでいいかなと思っております。この行列は並ぶのにおよそ20分から30分ほど所要するんじゃないかな、このぐらいの長さでね。手荷物検査を受けまして、これから礼拝堂の見学をさせていただきます。そこでそれにあたりまして、せっかくですからこのペテロについてもうちょっと詳しくご説明しようかと思います。このペテロという人は有名な予言をされてイエスを否認したということで大変有名な人です。イエス・キリストが最後連れて行かれるというところ、十字架にかけられるその前、最後の晩餐の中において明日鶏が鳴く前に、あなたは私を3度否認するでしょう、私のことを3回知らないと言うでしょう。ペテロはそれに対して、いや私はそんなことは絶対にいたしません、そんなことを私に関してだけは絶対にありえませんというふうに言うわけです。本当はこういう話はもうちょっと教会の中とかでした方がありがたみみたいなのがあるかなという気がするんですけれど、しかし教会の中で礼拝堂みたいなところで喋るわけにいきませんので、ここでお話しさせてもらおうと思います。ペテロという人はキリストの一番弟子だというふうにさっきもお伝えしましたが、そんな人がキリストが処刑されるときに、お前もキリストの弟子なんだろ、こっちへ来いというふうに言われたとき、身を守るために、いいえ私はキリストなんて知りませんというふうに答えるだろうというふうにキリストは答えたのです。そしてペテロは、いやそんなことはありえないというのが今の実際のもうちょっと詳しくした説明ですが、なんでそんな予言をしたのかと、イエスがおいお前きっとお前明日俺を裏切るだろう、お前ふざけんじゃねえぞとあらかじめブチ切れたということではありません。そうではなくて、私は信者、まあ、私の弟子たちを束ねる羊飼いであり、その弟子たちを導くものです。しかしその導くものがいなくなってしまったら、その羊たちはみんなチリチリになってしまうでしょう。羊たちがチリチリになる、羊飼いなくして羊たちがチリチリになってしまうのは、これは当たり前のことであり、どうしようもないことです。しかしあなたもそうなるでしょうけれど、立ち直った時にはあなたがその羊たちを束ねる役割をしてくださいねみたいな、まあ、そういうことを例え話で言ったわけです。で、ペテロはそんなことはありえませんというふうに言ったんだけれども、実際には翌朝に、キリストが連れて行かれると、そのキリストの予言などは忘れて、お前も弟子だろう、違います、いやお前は弟子に違いない、いや違います、お前弟子なんだろう、いいえ違います、3回キリストのことを知らないというふうに否認し、そのところでその後で、ついに鶏が鳴きまして、ペテロさんもそのことに、これでですね思い出しました。あ、昨日イエス様がおっしゃっていたのはそういうことだったのかということで、そこで初めてイエスさんの、その予言に気づき、またもうイエスキリストがこれから自分の、大切な主がいなくなってしまう、主、主でいいと思うんですけどね、主が消えてしまうということに関して、大変悲しみに暮れるのです。でそのペテロさんも実は最後十字架にですねかけられて亡くなっているはずなんですけれど、そのペテロさんが亡くなったのが実はこのサンピエトロ聖堂ということになっています。そしてお墓がここにあって、墓の上にピエトロ聖堂が建てられているというふうに長らく言われておりましたが、第二次大戦の終わった後1949年になんとここの地下で本当にですね発見されまして、お墓のようなものがあって、どうもこれは1世紀だから2世紀ぐらいに作られたもので、そこにはがっしりとした男性の遺体みたいなものがあるぞということ、遺骨があるぞということが分かりまして、あこれ本当にあったんだというふうに、かなり驚きの声を持って迎えられたようです。そして現在でもそれが本当にペテロさんのものであるかどうかということまでは確認が取れないものの、しかし、フランチェスコ、ローマ教皇さん、つまり今のローマ教皇さんですが、その棺を公開したりということをやっていて、また、そのローマ正教会としては、それがペテロさんの亡骸であるというふうに認識している模様です。
私もですね、某一部の界隈において神ということで数々の信仰を集めているわけでして、実際に神として敬っているような人も中には本当に見られるわけですが、まあ、ここからですね、あの神の遺言を一つだけ残しておくとしたら、まあ、あの私がもしこの旅とかね、あの近日中に死ぬような、死ぬ予定はないんですけど、もし死んでしまうようなことがあったらば、ちょっとまだ死ぬには早いかなと思いますんで、死んだ後もですね、私の動画どうか再生してくれればなというふうに思います。あの私の動画から発生する収益、その債権は私をここまで育ててくれた家族が相続することになるはずですから、まあ、せっかくなんでね、あのその家族に恩返しをするために、あの動画を皆さんが再生してくれていると、まあ、私としては嬉しいなと思いますんで、あの私が死んでからも動画のご視聴よろしくお願いいたします。さすがそのペテロさんの亡骸の上に立つ大聖堂だけのことはあるな。あのキリストが復活したとか聞いてもね、いや嘘じゃん、復活してるわけねえだろうとか思うわけですけど、でもですね、まあ、そんなことを教会で言うのは罰当たりかもしれませんが、でもあのキリスト教のその、まあ、書いてる聖書のこととかね、読んでるとほうほうなるほどというふうには思いますんで、そこで起こった奇跡的なことは、まあ、作り話だとしても単純な一つの読み物としてね、聖書は面白いと思いますよ。全部読んだこと私もないんですけどね、ネットにたくさん聖書のネタバレとかね、それから本当のキリスト教徒の人がの聖書の解説みたいなのしてて、このシーンはこういう風に読むんだよとかいっぱい載ってますんで、読むとなかなか短い読み物として、短いっていうのはその部分部分でね、全部はめちゃくちゃ長いですけれど楽しめると思います。ペテロ聖堂への入場自体は無料ですが、追加で8ユーロもしくは10ユーロを支払いますと展望台へ向かうことができます。実はこれの目的はあの鉄道施設の見学なんですが、あの上からでしたら立ち入ることのできない鉄道施設が見られるということで、そこへ向かおうとしているわけですが、しかし他にもここからバチカンの市内を全て見渡すことができ、一般人が立ち入ることのできないバチカン庭園の見学も可能など、あの鉄道マニアでなくても別に、むしろここを訪れている人の中で鉄道マニア、その鉄道目的で来ている人は私ぐらいではないかと思います。騙し絵みたいな感じ、なんていうの、まっすぐ歩けないんですよね、平行感覚がおかしくなってくるな。登ってきました。ここがバチカン市国のほぼ中央にあたります。まあ、左右で言うとほぼ中央でして、また前後で言いますと若干だけ後ろにずれている、卵のような形を、まあ、大体イメージしていただけるといいのかなと思いますけれど、そのような位置におります。重心の話を今してるんですけどね。このバチカン市国の国境ですが、大体もう見ていただいて、分かると思いますが、最初にバチカンに入ってきたのがあの辺りでして、ここの辺りにはもう壁が巡らされております。ちょっとだけ壁が映っているのもお分かりいただけるでしょうか。あれがバチカン市国との国境です。最初に国境を越えたのがここ、そしてまたもう一つの国境はこちら、ここにこのように長く巡らされている、これが国境になっております。あそこに立っている人たちが今ちょうど国境の手前、その微妙な位置にいるというわけです。先ほども言ったようにベニート・ムッソリーニが作りました大きな正面の入り口がこちら、そして左側にはもうすぐに反対側の国境があり、こちら側はローマになっております。ここがこのようにまたバチカン市国との国境というわけで、このように割としっかりとした、意外とこういうように出入り自由という、どこまでも出入り自由ではないんだなということを思いましたが、このような壁が巡らされていて、きっちりとバチカン市国とローマとの区別がつけられております。ですからバチカン市国は世界最小の国だというふうに言いますけれども、しかしもはや国というだけにとどまらず、市としてもかなり小さく、これが一つの首都というふうに考えても、一番国の東の端が遠くてこちら、西の旗がこちらから見てもうすぐこちらというわけですから、かなり近いわけでございます。
ご覧いただいておりますようにこのバチカン市国システィーナジャナタ、サンペトロ大聖堂かペトロ大聖堂の上に登ってきますと、このようにバチカン市国のみならず永遠の都と呼ばれております。このローマの赤く美しい街並みも全て眺めることができるようになっております。実はコロッセオとかそういう歴史地区みたいなものは全てこの後方にありまして、しかもだいぶバチカンからは離れているので眺めることはちょっと難しいものですが、しかしローマはどこをとっても絵にあるところ、あそこにある あれもなんかお城かなんかだったような気がしますが、そういったものもたくさんあるし、この川にかかるこの川もまた橋もまた大変に美しいものです。何をとっても美しいわけですから、それほど気にはならないかなとも思います。有名な観光の名所もこの中にもたくさん映っていると思いますが、あまりにも多すぎますので一つ一つを解説するのは困難です。いや面白かったですね。これでね全部ちょっと疲れましたけど上まで登ってきて登ってよかったなという感想もここで自然と湧くものです。お土産屋さんがありましたんでこれをね買ってきました。これはあれですね、またローマ教皇グッズ、左側がフランチェスコさんで右側がベネディクト16世さん、フランチェスコ 3世、いや違う何世だったかな、ごめんなさい忘れちゃいましたけど、フランチェスコさんとベネディクトさんです。だからフランチェスコさんの方はね煽りに使えそうだなとちょっとそんな風にも思いましたけど、まあそんなまさかねローマ教皇よりにもよってあの煽りのフリー素材にするわけにはいきませんので、あのこれはうちにあの取っておいて記念にしようと思います。あのこういう紙の類ですと記念に取っておきやすいのでね、あの旅行に散々行きまくるような私でもまああの持っていていいのかなというような気がします。あのベネディクトさんも今でもねあのお元気、まあ、どの程度元気なのか分かりません。あの体調健康の理由によってお辞めになったわけですが、まあ、あの体力の衰えを理由にお辞めになったわけですけれど、あのベネディクトさんもね今でもあの名誉教皇のそういう称号、まあ、あの上皇みたいなものですよね、そういう風な位置に就かれていらっしゃいますので、やはり引き続き売っているというわけで、これはなかなか面白い現象かなとも思いました。まあ、他にもね歴代のローマ教皇のブロマイドみたいなものを売ってましたけど、一連のキリスト教の知識とともに、まあ、ちょっとぐらいね、あの少しぐらい勉強してから来るととても楽しめるんじゃないかと思われるバチカン市国、そしてまたその小さな国特有の面白い事情などちょっと調べながら、また私の拙い知識と、皆さんに、まあ、あの手前味噌を並べながらご紹介してみましたが、お楽しみいただけましたら幸いです。